こんにちは、さちこです。今日は6月のお気に入りで紹介しましたこのオールグッドのサンスクリーンバター、これについてお話ししたいと思います。どうして私がこのオールグッドの日焼け止めに変えたのかという理由と、それからオールグッドっていう会社がどんな会社かっていうこと、それから使用したレビューもちょっとご紹介しようかなと思います。どうして今まで使っていた日焼け止めからこのオールグッドに乗り換えたかという理由なんですけれども、まずは分かりやすくプラスチックの入れ物を避けたかったからです。これは金属の入れ物に入っています。なので、使い切ったら金属のゴミとして回収してもらえますし、それからこう結構使いやすそうな入れ物なので、きれいに洗って何か自分で再利用することもできるんじゃないかなって思います。2つ目の理由はサンゴ礁に優しいからです。紫外線吸収剤のオキシベンゾンとオクジノキサートというのがサンゴの白化現象の原因になっていると、原因の一つと言われています。ハワイがですね、2018年にこの成分の入った日焼け止めの流通販売を禁止するということを決めまして、それが2021年から法律が施行されるようです。この成分のうちオクジノキサートの方が日本でもよく日焼け止めに使われているようなんですけれども、ですね、全く同じ名前で書かれているとは限らないようで、メトキシケイヒ酸エチルヘキシ、メトキシケイヒ酸オクチル、パラメトキシケイヒ酸2エチルヘキシル。単語が覚えられなくても大丈夫なんです。それは無添加とかノンケミカルというふうに表示されている場合はそれらが入っていないということらしいので、そこだけ購入するときにチェックしたらいいんじゃないかなと思います。ハワイに行く予定がなかったとしても、日本国内の海、山、川と自然の中に行くときに日焼け止めって必ず持っていくと思うので、少なくともこの一番よろしくない成分が入っていないものを選ぶというのは消費者としてやっていった方がいいことなのかなと思います。オールグッドはそれらの成分はもちろん入っていないですし、 100% 天然成分でできています。そして驚いたんですけれども、こっちのプレーンな方だと全部で6種類だけの成分からできています。成分ご紹介しようと思います。ヤシ油、酸化亜鉛、これが日焼け止めの有効成分になります。そしてミツロウ、ホホバ種子油、糖菌繊化花エキス、トコフェロールという6個の成分からできています。今までの日焼け止めにはないこのシンプル処方っていう感じなので、一個一個の成分が気になるっていう方でもこうリサーチしやすいんじゃないかなと思います。オールグッドという企業について調べてみました。こちらの企業はアメリカカリフォルニア州に本社がありまして、本社がですね、なんか倉庫をサスティナブルな方法で回収して、オフィスにして、それからそこから出荷作業なんかもされているそうです。そして農場も持っているようで、そこで社員のためのオーガニックな食材とか、あと日焼け止めとかの成分にも入っていたんですけれども、カレンデュラの花を栽培しているそうです。もちろんオーガニックで。日焼け止め以外の製品もあるんですけれども、どれもパーソナルケアとか言われるカテゴリーに属するような商品で、全てサンゴ礁に優しい成分で作られています。サンゴ礁に優しいってリーフフレンドリーとかいうふうに言ったりします。このリーフフレンドリーな製品の条件として挙げられているのが、まず使わない紫外線吸収剤について明記されています。そして保存料、添加物についても使わないものが明記されています。日焼け止めの有効成分として7日されていない酸化亜鉛が使用されています。
そしてもう一つ、第三器官によるテストというのが挙げられています。これがすごく重要だなと思っていて、たとえオーガニックの成分を使っていますとか、悪いもの、こういう成分使っていませんと言ったところでですね、それが本当かどうかっていうのは、あの消費者はなかなか研究所でも持っていない限り調べようがないと思うんですけれども、そこはちゃんと社内ではなく第三機関に、テストしてもらって証明してもらってますよっていうことが書かれています。という流れからですね、オールグッドが受けている認証についてご紹介しようと思います。たくさんちゃんとしたものを認証を受けています。まず一つ目が USDA オーガニック、これが多分一番有名なやつだと思うんですけれども、アメリカの農務省、日本でいうところの農林水産省にあたるものだと思うんですけれども、そちらが、基準を設けてやっている認証なんですが、世界的に見てもとても厳しい基準だと言われています。次にオレゴンティルス認証、こちらは民間の非営利団体なんですけれども、先ほど出ていたアメリカの農務省の、公認の認可団体というふうになっています。でこちらも基準はかなり厳しいようです。次に NSF オーガニック認証、こちらもアメリカなんですけれども、なんかパーソナルケアの用品に限った認証になっているようです。面白いですよね。そしてリーピングバニー、こちらは動物実験を行っていないですよというクルエルティフリーの認証になっています。これもこのマークもよく見かけるので、ご存知の方多いんじゃないかなと思います。ここまでが製品に対する認証になりますが、次にご紹介するのは企業に対する認証、 B コーポレーション。 B コーポレーション認証は民間の非営利団体の B ラボっていうところが運営しています。環境とか社会に対して配慮した活動を行っているかとか、それから説明責任とか透明性といったものがこの B ラボの基準に合っているかというところで認証を受けることができます。もともとアメリカなんですけれども、これも世界中に広がっていて、あのアジアの国とかでもポツポツと取るところが出てきているみたいです。日本ではどうなのかな、私が見た資料がちょっと数年前の古いものだったので、その時点では残念ながらまだゼロでした。次は認証ではないんですけれども、 1% for the planet というのに参加をされています。これも世界中で広がっているので、ご覧になったことがある方多いと思うんですけれども、あの売上の 1% を草の根活動、環境とかに取り組む、そういう活動に寄付しますよという、企業の同盟、みんなでやりましょうっていう感じになっています。それに参加されています。ここまでオールグッドの製品と企業の良さについて調べたことをお話ししてきたんですけれども、ここからは、実際の日焼け止めのレビューをしていこうと思います。私が購入したのがオールグッドサンスクリーンバターとオールグッドティントサンスクリーンバター、白いものと肌色をしたもの両方購入しました。どちらも SPF50 プラスでウォータープルーフになっています。で耐水時間というのが80分というふうに書かれていました。入れ物はこう金属の缶に入っていて、スクリュー式の蓋になっています。なのであのカバンに入れといたりしても、あのいつの間にか蓋がポロッということがなくて安心です。そしてこういうバターなので、ちょっとカチッとしたこんな感じでこう指にとって使います。ちょっと塗ってみますね。こっちが白い方、プレーンな方です。肌色の方、こんな感じです。しっかりとは伸ばしていないんですけれども、こんな感じで色の差が出ますので、白い方ももちろんもう少ししっかり伸ばしたら白さはここまでではないんですが、それでもやっぱり体に塗るなら白がいいなと思いますし、顔に塗るならこっちの肌色の方がすごく馴染みがよくて自然かなと思いました。
ただやっぱり肌色はこういうところに塗ってしまうと服とかカバンについちゃうかなと思ったので、まあ白と肌色を併用するか、まあ顔もこう上からお化粧するからいいやっていうことであれば白の方一色だけでいけるのかなと思いました。ウォータープルーフの感じなんですけれども、これはバッチリです。で逆にですね、石鹸で落とせるはずなんですけれども、ささっと石鹸で洗ったぐらいでは私は落ちませんでした。なんかわーっと石鹸で泡立ててこの辺とか洗ってもまだまだ水を弾いている感じがあって、は取れないなって思ったんですが、それもお風呂に入ったり湯船に浸かったりそれから体洗ったりってしてると取れたので、やっぱりちょっとお湯とかの方が落ちやすいでしょうし、あとですね、なんかブログを見つけまして、いろんな種類の日焼け止めでこのウォータープルーフのテストをしている方がいらっしゃったんですが、その方もオールグッドは普通に石鹸をちょっと泡立てネットでモコモコっと泡立ててつけたような感じだと取れないというふうに書かれていまして、もう泡立てネットのモコモコの泡じゃなくて、こう手で丁寧に濃密な泡を、ちょっと濃い石鹸分の泡を作ってそれで洗うと落ちましたっていうふうに書かれていたので、やっぱりウォータープルーフがしっかりしている分落ちにくさはあるのかなと思います。そして次に肌への優しさなんですが、私はアトピーで、敏感肌なので、まあ、その辺は厳しめになってくるんですけれども、体にはこのプレーンの白い方を塗って、首まで白い方塗ったかな、で、肌色を顔に塗ってというのでお出かけを先日したんですが、帰ってきて顔がちょっと、それから首がもうちょっとっていう感じでちょっと痒かったんですよね。なんか荒れたような感じがあって、ただですね、私はもう汗かきなんですけれども、自分の汗でもかぶれてしまうので、日焼け止めでかぶれたんだか汗でかぶれたんだかっていうのはちょっとわからないんですが、まあでもどんな日焼け止めを使ってもどんな化粧品を使っても何かしらの反応は出てしまう肌質なので、他の日焼け止めに比べたら随分マシだったかなというふうに思います、顔と首に関しては。でこの腕とかに塗った方なんですけれども、そっちは全く問題なかったです。今まで使ってた日焼け止めは当日っていうよりも使ったなんか 2,3 日後とかにからこうカサカサして痒い感じになってきてたんですけれども、それが全くなかったのでやっぱり優しいのかなと思います。と考えるとやっぱり顔や首がちょっとかぶれ気味だったのは自分の汗疑惑の方が強いです。まあ私は肌がすごく弱いっていうのをちゃんと自覚しているので、普段例えばちょっとスーパーにお買い物行く時とかはもう日焼け止めとか塗らないんですよ。そのダメージのことを考えると、ちょっとぐらいのお買い物やお出かけの時は日焼け止めは塗らなくて、もう半日外出ますねみたいな時にえいっと塗るんですが、そういう時に使うのであれば全然問題ないかなというふうに感じましたし、さっき成分表をお話ししましたけれども、これ以上シンプルでナチュラルな日焼け止めってなかなかないんじゃないかなと思うので、私はこれを使い続けていこうと思っています。今日はオールグッドの日焼け止めについていろいろと調べたこととかレビューとかお話ししました。私のように肌が弱いからっていう理由で乗り換えるのもありだと思いますし、それから今まで使ってた日焼け止めがなくなったタイミングで次を探されている方にも、パッケージ的にも成分的にもすごくおすすめしたい商品です。私は今回コスメキッチンの店舗で購入したんですけれども、 Amazon にも出ていたので手に入りやすいかなと思います。今年の日焼け止めは何にしようかなって思っている方の参考になったら嬉しいです。ぜひ高評価ボタンをビシッとよろしくお願いします。それでは今日もありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。